ジグザグ橋とは、歩行者用渡り橋をジグザグに組まれている橋で、一般には究極橋や八つ橋の例が知られ、池を横切る際に必要となる。通常は隣接した板材に対してある角度で、それぞれセットし、それらを短いセグメントで構成させた、交流左折ブリッジ。構造は安定性のために交差部で使用され、沼地や地線庭園の横断歩道として、 また伝統的で現代的なアジアと西洋の水系デザインとして導入される。木材で構成されている場合、各セグメントは厚板で形成され、支柱で支えられている。石で構成されている場合、橋は石の足場に設置された単調各直線のスラブを使用。一方でアスレチック遊具などでジグザグに組まれた橋もまた、ジグザグ橋と呼ばれている。 ジグザグの橋は水面を形成する中国の庭日本庭園の他前の石底枯れ山水でもよく見られる。それは池の設計の一部として石のスラブまたは厚板で作られていて素朴な庭園にしばしば目撃される。高尚な芸術の意識で現代では噴水などが配備される公共の場などや公共庭園都市公園や植物園で 風景要素としても利用される。このような歩行者が注意を集中することになる橋を採用することがマインドフルネスな現在の場所と時間の瞬間から今、ここにいる精神が構築され、善の思想や教えにおける客観に通じている。なお、多くの場合、手すりがないため不注意な歩行者が橋から水面に落ちてしまう可能性がある。道と橋のジグザグは、 中国風水の原則にも従っている。沼を横切るジグザグの橋、シェナンドーバレーのボクサーウッドガーデンで、ジャーデンベタニカガーデンにある木との小さな池に架かるジグザグの橋。柱と厚板のバージョンは泥底、または湿地の交差部として使用する場合に利点があり、また構造的に安定しており、柔らかい泥の中を移動する柱のために、 まっすぐな橋が傾く傾向があるため通路の各セグメントはしっかりと固定されることによりねじれや転倒から次の道を相互に支えている。これはジグザグのスプリットレールフェンスと同じ利点である。バージニア州歴ントンのボクサーウッドガーデンの湿地渡り橋がジグザグの橋になっている。岩波日本庭園辞典岩波書店。 h t t p w w w i w a n a m i c o j p b o o k s b 2 5 6 6 3 7 h t m l h t t p s b o o k s g o o g l e c o j p b o o k s id=" くんこ c o g r a p a ラッシュブックス id c コール a m p ッ3 5 p y c o g r a m p a 3 5 p y c p p g r p a 3 5

3アセムキグドキック 8W&、HL イコール JA&、サイコール X&、ベドイコール2 1 9 o e 3ルナヒュン6、UXCMU4 フブドテイベギーキシャーブ、V イコールオネパゲ&、Q イコール E3%82%B8%E3%82%B0%E3%82% b 6 e 3 8 2 b 0 e 6 a 9 8 b y t e f f o hat l s e h a t h t t p s w w w p a r k m i n o i n f o c o s m o l a a n d h a t z a j i g z ジ g b r i d g e c u l t u r a l c h i n a c o m 2015年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月10日閲覧ザジグザグブリッジミス rothteen.com2015 年4月10日閲覧ありがとうございます